あ、もう一人来ました。よろしくお願いします。あ、どうぞ。すいません。ぐだりすぎあ、じゃあ次の方。もしもーし。もしもし。あ、もしもし。まあ、もし。あなたさっきなんか、これが私の本心って言ったじゃないですか。その本心って、あなたが本心というだけであって、絶対的な真実になるんですか？ですね、絶対的な真実にはならないです。はい。じゃあ、わかんないですね。絶対的な真実にわかんないですね。はい。わかんないですね。じゃあ、なんかわかんないのに、それで終わりだって言ったんですか？そのわからないことに対して。それで終わりとは僕は言ってないですよ。それで終わりとは僕は言ってないんですけど。終わりにさせた。終わりにさせた。僕、和道っていう名前なんですけれども。でもその話に、他の笑いを出して、その土地者が、それで他の笑いに対して走って、それを最後なって言って、まあそれを最後にした。じゃあそこで、その話はもう終わったことになる。じゃあその話はもう終わりになっている。じゃあだから俺は終わりだと言っている。お名前なんて言うんですか？今その話関係あったか？バカなのかな？話終わったんですよね。終わってないんですけれども、俺がその話に対して、ね、なんで終わりを出したかというと、その話が終わりとは言ってませんと言ったから、なぜその話が終わりを出したかという、終わりに対して話しただけだって、俺の話が終わりじゃないんだよ。お前バカなの？俺が話を終わりと言ったんじゃなくて、その話を終わりにさせた話をしているんだよ。そうなんですか。そうなんすかじゃないよ。そうなんすかってお前が認めんであれば、じゃあお前が言ったことを、な、俺がおかしかったと認めることになるか。いいかそれで。あなたが自分がおかしいって言うんだったら僕は否定はしないですよ。自分でおかしいんでしょ？はい。だからじゃあ否定しないのであれば、お前がおかしかったと俺が言った。じゃあそれに対して否定しないのであれば、お前がこの喧嘩の中で、お前がおかしさを認めた。じゃあその喧嘩の中で、俺が喧嘩で上がってきて、おかしいですね。お前、こういうところがおかしいですね。はい、私は否定しません。で、認めました。で、その喧嘩の中で、俺が喧嘩を売ったのに、その喧嘩で、ね、おかしさを認めてしまった。お前の負けになるか？そうだよね。頭いいね。はい、今その話じゃないんですけど。その話じゃないんですけど。意味がわかんない。そうだよね。じゃあお前の負けな。はい、続けろって。いや、俺は続けてないんじゃないかな。お前が続けてじゃなくて、お前がここで続けるんではなくて、お前が逆にこれに対して反論するか、俺は負けですと認めるべき。じゃあその2つのどっちかの2択ぐらいしかないんだよ。他に何があるの？とりあえず俺は今負けてる感じはないかな。ごめんね。じゃあ分かった。じゃあその負けてる感じがないというのであれば、じゃあお前が否定に対して、ね、それは否定できないと言った。じゃあその否定できない。じゃあその上何がある？で、その上何で負けないの？俺何も否定してないよ。ごめん。なんか話指定したかな？はい？違うよ。だからお前が俺が言ったことに違うよ。違うよ。お前がこういうところがこうおかしいよと言ったそのおかしいことに対して、そのおかしいことに対して俺は否定できないなと言った。じゃあその否定できないことに対して、ね、もう否定できないのであれば、じゃあお前がその話に対して自分の死を認めていることではないのって。ごめん、もう一回最初からお願い。はい。俺頭悪いからさ。じゃあなんでさっき言っちゃったんですか？もう一回頭からお願いします。はい。もう一回だけ。最初何だったっけ？もう一回聞かせて。なんで？最初の話ですか？俺が何で上がってきたかって？そうそう。だから、ね、お前がさっきの突然者が何を言ったかわかるか？さっきの突然者に対してお前が、ね、これは真実ですとお前が言った、その真実に対して、ね、お前が真実ですと言えば、な、僕の私の本性、真実ですと言ったら、本当にそれが真実になるかという話で、それは真実じゃないとお前も認めている。じゃあでもな、そこでなんでその話を真実ですで終わらせられんのって、真実か真実じゃないかわからないのにその話が終わりになるかって、その話を持ち出したんだよ。それは相手が決めることじゃない？じゃあ相手はそれで納得したのか？納得ではなかったな。いやいや待てと言っていたが、お前がただ単に話をくすり替えたことだった。相手はその話で終わらそうとはしていなかった。でもお前が勝手に終わらそうとしてしまった。違うよ。この放送のルールって、リスナーさんが論破したかどうか決めるんだよ。どっちが勝つかリスナーさんが決めてて。相手じゃないね、それって。リスナーと相手で違うんだよ。お前から知って相手はさっきの突然。でも、その相手というのがリスナーであれば、それは相手にならなくて、それはリスナーであって、相手っていうのって、自分が喧嘩をしている中の、ね、相手を示すことであって、その喧嘩突然の中って。じゃあ、お前がその喧嘩突然の中の、はい。だってさ、ディベートってさ、普通観客が決めるのって世界的なルールだよ。観客を相手って言うの？相手ってどういう意味ですか？じゃあ、観客が、じゃあ、相手って言ってないよ、俺。はい？じゃあ、俺の話よく聞いて。はい。ね、観客が、ね、ジャッジメントを下すのはディベートの世界では普通だよって言ったの、世界的に。相手がどうとか言ってないよ。今言いました。お前が相手が決めることだよって言った。じゃあ、その相手が決める。言ってない。言いました。その真実に対して、相手が決めることだよとお前は言いました。でも、その相手が決めることというのであれば。そうだ。それは、真実じゃなくて、今、あなたが言ってることっていうのは、指摘は分かったけれども、それを判断するのは相手なんじゃないのって言ったの。それに対してあなたは無言を徹していて、俺はその後にルール説明をしたんですよ。その話を決めるもの、その真実に対して決めるものが相手なんじゃないの。じゃあその相手はリスナーを示すことじゃなくて、その相手は誰を示すかというと、その今喧嘩をしているものを示すことだって、お前がそこでリスナーを示すことと言ってしまうのがおかしいよと俺は言っているんだ。リスナーを示すってどういうこと？だからお前がその相手っていうのがリスナーに対してイコール付けて、相手イコールリスナーにしたが、相手イコール喧嘩をしている相手になる。でもその相手がリスナーになるのがおかしいということだよ。俺はリスナーさんと喧嘩突やってないよ。だから、お前がだから、あくまで言ってるのは、リスナーさんが判断を決めるんだよ。どっちが勝ちかどっちが負けかを決めるのはリスナーさんっていうルールだよって言ったんだよ、俺。はい。わかんない。もう一回言うね。戦ってる相手は、はいって言ったから、戦ってる相手は、今だとあなたなのね。で、どっちが勝ったかを決めるのはリスナーさんだよって言ったのがわからないってこと？違う。お前がその相手に対して、リスナーさんイコール相手でリスナーさんが決める、相手が決めると言ったことに対して、相手が決める、でもリスナーさんが決める。じゃあその決めるということに対して、ね、相手が決めるんだから、リスナーが決めるのがおかしくなるよって。じゃあお前が相手が決めるというのであれば、ね、でもその後にリスナーが決めるを出た。じゃあその相手もリスナーが決める。俺相手が決めるって言ってないんだけどな。言いました。わかんないか。まあ、言ってない。お前が、ね、相手が決めるって言ったのは、真実に対して話を終わらすところで、ね、どっちが決めるかって、もうその終わらす話をしている相手が決めるんだと、お前は言っているからな。じゃあその言った中で。じゃあ、君がルール決めていいよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。